では洞窟物語続き撮っていきます。いきます。坂本、お、いるじゃん、びっくりしたびっくりした、それじゃあ案内頼むよ。え、ついてくんの？カズマくん。はい。あ、操作できるか。え、バイク乗れんの？なんかこれバイクらしいよ。ウサギみたいな。いけそうですね。うん、カズマさんは相変わらず目開けないですね。これ開いてんのかな、目。細めなのかな。二人乗り野郎の二人乗りとは。え、待って、え、止まんねえ、どういうこと。え、おい、え、おい、ついてこいよお前。え、なになに、どこいたぞ勝手に。止まん、じゃじゃ、やばい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 、止まんねえじゃねえ止まんねえじゃないよ。自由だな。な、何が乗れそうだよ、おかしいな。全然乗れそうじゃなかった。ああ、なんだよ、全然ダメじゃないか。待って、こうでしょ。ういー、よしよし、慣れた慣れた。いや、これ本当にアクションがね、すごい爽快です。やってて気持ちいいからね、この直感的な操作。うわあ、死んでしまった。嘘やん、嘘やん。よしよし、僕は何も見なかった、僕は何も見なかった。うん、カットだなこれはちょっとあれかな、あの昨日ぶりなんで、ちょっとブランクがあるかもしれない。ちょっとしたブランクがあったかもしれないです。うん、止まんねー、止まんねー。昨日ぶりだからな、ちょっと操作性がちょっとね、昨日ぶりなんで。ああ、もうとりあえずあの液体クラゲを取っていくよ。あの集会所の、もうこいつ集会所のあの炎を消さないといけないとこあったんで、水クラゲを、液体クラゲを取ってからのあれですね、集会所だ、なんだっけ、スーを救いに行きます。うん、スーは水クラゲより、液体クラゲよりも優先されないです。優先するべきは液体クラゲ。なんか水って言っちゃう、うわー、行くぞ行くぞ。あはは、待て待て、よし、もう怖いからね、怖いからもう確実にとどめを刺していこう。弾取っていきましょう。怖い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 。こいつら結構ね、結構ね、タグなんですよね、結構。意外とタグネス。うわ、こいつ、ちょ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 、怖い。怖いよ。怖いよ。怖いよ。よしよし。よしよし。液体クラゲを。とりあえず、あの、敵が邪魔だから、まず、殲滅しよう。待て。ね、ういった。こいつは、よし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 。やっぱいいな、レベル3は強いな。大丈夫大丈夫、油断しない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 。よし、宝箱を開けた。液体クラゲね、水クラゲじゃないよ。うん、すげえ、なんか今回めっちゃ間違えた、なんか水クラゲ。よしよし、これで集会場の炎が消せるはず。ちゃんとね、重要そうなことを覚えてますから。なんだこれ。あ、カズマの運転したバイクが無残な姿になっている。カズマは、ブースト博士は落ちんだろ。え、あれ姿がないんだけど、行ったのかな。待って、この先に進むならパワークリッターに気をつけな。ああ、聞いたな、これ壊れちゃったぞ。えい、アーサーの家に行きます。二人は無事なんでしょうか。お、俺たちが殺人兵器。お、そうや、ドクターは赤い花を使ってあなたたちに人間を襲わせるつもりなの。赤い花って食べたら死んじゃうんじゃなかったっけ、血が沸騰して。なんでそんなことを。ドクターは悪魔のような奴らの、奴はトルコに赤い花を。ドクターはまだ赤い花を探しているわ。見つかってないといいけど、もし赤い花が見つかったらトルコは凶暴化して殺人兵器に。そんなことさせてたまるか。なんかどんどんストーリーがなんか進展してるけど、どうなるの。うう、生きてた大丈夫ですか。いけシャーシャーと、この野郎、張本人が、うむ、死ぬかと思った、うん、無言かよ。お兄ちゃん、ブースターも、え、呼び捨て明らか年上だけど、呼び捨て。ブースターも、おお、おじいちゃんかな、元気だったか。うん、なんとかね。呼び捨てかよ。お、キング。
その耳側は？こっち向けよ、キング。キングっていうの。この村の住人で、私の友達。この村にはたくさん耳側がいたの。あ、和解したのかも。だけどほとんどがドクターの手先に疲れてる。今なんて？彼の仲間も、ちょっと耳側語はわからないかもしれない。お疲れさん。バイクはめちゃくちゃになったが、何度かたどり着いたよ。はあ。ドクターは計画を順調に進めている。早く手を打たねば。よ、あ、おかえり。また借りができたね。お兄ちゃんさえいれば、卵のパスワードなんとかなるわ。ブースターあの呼び捨てがなんか未だになれない。お兄ちゃん、ブースター博士って言ってるのに。この子も一緒に連れて行っていい？友達かな。博士。は？スーちゃん、脱出は中止だ。なぜよ。ドクターが赤い腹を見つけた。じゃあトロコ死んじゃうじゃないか。まだ手に入れたわけじゃないかな。しかし時間の問題だ。赤い花ってめっちゃ貴重なの？場所はスナック。スナックかな違うかな。スナックだよね。スナックじゃないよね。スナックのどこかに赤い花があるらしい。へえ。スナック？そこ行けばドクターに会えるのか？いや、おそらくドクターの手下が来るだろう。奴らが手に入れるより先に赤い花を消さねば。そんな危険なもんなの？だがスナックは危険だ。我々行ったところで生きて帰ってこれるかどうか。ぼったくりがあるかもしれないもんね。ぼったくりスナック。諦めるのか？実はな、この中に、うってつけがある。うってつけがおる。待て、君だ。そんな予感はしたが。彼は一体？うむ。10年前、この島に派遣された武装探索ロボットだ。主人公ロボットなの？人間じゃないの？ロボッツ？その後全滅したと聞いていたが、詳しい話は聞いていない。ロボなの？おそらくその中の一人。クロちゃん、博士、スナックが接続しました。うむ。この島の探索には君が一番向いている。この野郎、頼む、わしらの力になってくれ。もう強制じゃないですか。とりあえずキング打っとこうか。この野郎、スナックか。行ってみたい。憧れが？転送装置でスナックに行ける。赤い花を探して一つ残らず焼き払うんだ。巨神兵のごとく。巨神兵のごとく。赤い花がなくなればとりあえず戦争を防げるわ。とりあえず軽い戦争だな。すごい。とりあえず防げると。軽いな。責任重大ね。どっちだよ。とりあえずなの？重大なの？どっちよ、どっちよ。君が10年前の。全然気づかなかったよ。よくできてる。この野郎、仕官しやがって俺をジロジロと。ジロジロと、まあ、いい。ノー！あ、セーブしちゃった。待って、回復してからのセーブですよ。この順番はね、譲れない。譲れないよ。あれ、ジャックがいないけど、まあいいか。ジャックだし。じゃあ、転送装置。スナック。なんか危険だぞ。なんか骨みたいな。スナック。スナックに行き、はい。行ってきまーす。揉まれてきまーす。おー、やっぱなんだろう、新しいダンジョンってワクワクするよね、入るたび。おっと、お、かわいい。誰だこの子。新キャラ、新キャラ、新キャラ、新キャラ。スナックのあれかな、店員さんかな。あら、いらっしゃいみたいな。これなんだ、これ敵、これ。あ、敵かこれ。わ、スナックの店員さんだ。待って、雇われママみたいな。これ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 、よし。これ敵なのか。飛んできた。やっぱ敵か。やっぱ敵か。じゃ武器は3種類しかないのかな。もっとなんかいろいろあっつーんあってもいい気がするが。ふん、狙撃。あれ、あ、右側がりけってこと。わあ、よし、予想通りで。ふん、うまいぞよ。これなんかある？あ、これなんだ？あ、スナックだ、やっぱり。ほら、ワインのマークが。スナックだ、ここ。スナック駐在所。あれ？なんかいる。雇われママ。おー！
どうした？久しぶりの来客。え、さっき目があったよね。ん？あんたの目的は知ってるわよ。だけど目を覚まして。あれ？どうしたの？洗脳されそう。耳側は敵じゃない。耳側は無害なの。あんたには残念だけど。お？え？私は耳側の味方。え？敵なの？この子。あんたには負けないわ。いや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 、ほら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 、わあ！いやいやいや、これも敵なの？ほらほらほら、ほら、あ、ミサイル、ミサイル。ほら、あ、やばいやばい、撃て、ほら、撃て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 、あれ、え、なんか守られてる。え、あれあれ、なんか守られてない？ほらあれ、なんなんなん、今なんか一瞬守られてた気がする。ほらこのやろ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 、114。わわわわ、もうとことこ、とことこ、はあ。全滅させてやったぜ。ふぅ、勝利した。やるわね。ロボですから。ワイロボですから。私たちの負けよ。やっぱりあんたも他のロボットのように耳側を殺して歩くの？そんなことしないよ。お？お？あんたも耳側の味方？そうよね。耳側悪くないのよ。可愛いもんね。私はカーリー・ブレイス。気がついたらこの子たちと一緒にいたの。気がついたら、え、どういうことなの？あ、記憶喪失ってことかな。気がついたらって、そんなうっかりさんみたいな。それより前の記憶はないわ。やっぱ記憶喪失だ。いわゆる記憶喪失ね。もしかしたら他のロボットと同じように耳側を殺してたのかも。あ、この子もロボなのか。この子もロボなのか。あら、あんたのポーラスターずいぶん傷んでるわよ。交換してあげようか。あ、私のマシンガンと、え、これどうしよう。え、でもマシンガンいいよね。マシンガン欲しいです。はい。はい、いいよね、これね。はい、ください。あ、ポーラスターを渡した。マシンガンを受け取った。やったね。やったね。え、これ戻せないの、もう。え、でも無限だ、ほらほら。ほらほら、ほらほら。ほらほらほら。永久に、永久にほら。これやるべきでしょ、ほら。ほら、永久にほら。なんかいきなりおかしくなったと思われる。違うよ。違うよ。むにゃむにゃ。魚が食べたいにゃ。でもこれあれだよね。回復するよね、ほら。ほら、100まで回復するから、これちゃんと。時間で回復するから。ほぼ無限でしょ、ほら。ね。ほぼ無限よ。やったね。太陽の石を起こすには、呪いを解かなくては。ふむ。みんな人間が悪いのよ。耳側利用されただけ。ふむ。砂湾に気をつけな。砂の上を歩くと突然噛みついてくる。ダメージもでかいぜ。多分ね、あのポーラスターもマシンガンも基本の武器なんで、弾尽きたら多分敵と戦えないから尽きないでしょ。赤穴探してるの？ジェンカか。ジェンカっていうばあさんなら知ってるんじゃないかな。あ、そうだ。ばあさんのところへ行くなら、ベッドの横にいる犬を連れていくといい。ベッドの横の犬？ベッドの横の犬？あ、いるよ。まあ、とりあえず回復しとこう。ふぅ、死ぬかと思って。セーブもしとこう。はい。セーブシーター。よ。ワン、連れていきますか。はい。お待って。犬コロを手に入れた。口悪いな、この子。な、待って、乗ってる乗ってるよ。ゴツン、ゴツン、ゴツン。乗ってる乗ってる、ほら。ゴツンゴツン。乗ってる乗ってる。犬コロ乗ってるよ。まあ、とりあえずセーブしとこう。犬コロゲッツ。頭ぶつけたら、どうなるんだろう。ウィー！行くぜ。で、あ、そうだ。隠し穴の取らないと、隠し穴の。ちょっと行っていい？そうだそうだ。犬連れたまま行こう、ちょっと。ちょっと行ってきます。例えば暖炉の中を確認しないといけない。忘れてた忘れてた。ありがとう教えてくれて。犬だけなんか取り残されてない？あ、犬置いてきちゃった。まあ、いっか。よ、ただいま。ただいま、成果ゼロだぜ。ちょっと待って。いて。よし。なんかね、集会所の暖炉の中に、なんか炎を消さないとなんか取れないみたいなアイテムあったんで、行くぜ。こんなかあるよね。こんなかあるよね。ほらほら、なんかいるし、ジャックも。これ、ほら、液体クラゲを使います。よし！あ、ハエの中に何かある。お、バブリンを手に入れた。バファリン？何？バブリンって何？水？水？何？何？
バブリン、集会所の暖炉にあった使い勝手は人それぞれ。何これ武器？何する武器これ？なんだこれ。トロコの兄アーサーが戦った赤い悪魔、赤い魔物、耳側を食い荒らす恐ろしいこの島の鬼だ。ドクターは関係ない。鬼は昔からこの島に住んでいる。この村に来た鬼をアーサーが追っ払ったんだ。身を盾にしてこの村を守った勇士、僕は一生忘れない。ドクターに殺されたけどアーサーは英雄だったよ。ドクター悪いやつだな。俺たちのアーサーを。でもアーサーどんなんなんだろうね。クソでかいのかなアーサー。魔物に立ち向かえるっていうぐらいだからでかいのかな。ガタイも。待って待って待って、行くぜ。戻るんるん。よし、犬を回収しないと。犬を転送装置、ほい、スナック行きまーす。お、犬いるじゃん。すげえ。ずっと待ってたのお前。中堅だな。中堅犬頃だな。これバブリンって弱くないこれ。レベル上がればもっと強いのかな。ちょっととりあえず、うわ怖い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 痛い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 。うわ死ぬ死ぬ、びっくりだよびっくりだよ。ちょ待って、あ、これじゃないと壊せないのか、壊せないのか。ちょ待ってよ、この中でマップシステムを使うといいという情報が。ここかい、ここかい。マップシステムってそんな重要なものなの。えい、うむ、なんか超ちっちゃいけどなんかある。待って、え、ここ、あ、あ、なんかいける。あ、ちゃちゃちゃ、待って、あれ、え、ちょ待って待って、なんかある、なんかある。え、こんなあるんだ。ちょ待って待って待って、どこだ？もうちょっと横？あ、いったいった。あれあれあれ、ちょ待って。え？あれ、なんかいけないぞ。あ、いけたいけたいけた。ん？ちょっと待てよ。ちょっと見づらい。横？待って。あ！カーリーのパン。カーリーのパンツを見つけた。やった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 ぞ。待って、カーリーのパンツだ。壁の裏側に落ちてたワンポイント付き、朝黄色のパンツ。用途はない用途はないってさ。コレクションアイテムだ。やったやったぞやったぞ。あれあれ、でこれどうやって戻るんだ。待って、これどうやって戻るんだ。なんかすごいものを手に入れてしまったんだけど、大丈夫これ、怒られない怒られないかな。カーリーのパンツゲットしちゃったけど大丈夫かな。まあいいよね。いいよね。俺が見つけたもんだから俺のもんだよね。カーリー、パンツが、みんな、そう、みんな人間が悪い。耳が利用されただけ、そうだ。そうだぞ。だからパンツはもらっていく。ごめん。ありがとう。ありがとう。ありがとう、カーリー。よし。みんな人間が悪いんだ。行くぞ。元気100倍だぜ、もう。あんなお遊び要素もあるんだ。このゲーム侮れんな。これなんだ。あ、キンキン言う、キンキン言うぞ。いずれいけそうだ。待って、あのバブルガンとかでなんかできないかな。このバブルガンで、えい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 。あ、キンキン言う。シャボン玉がぶつかって、どんだけ硬いんだこのシャボン玉。やばくない？ビー玉かこれ。シャボンじゃないかもしれない。ビー玉かもしれん。実はやばいやばいやばい。ちょ、あ、こいつ倒せんのか。待て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 、マイナス10は、マイナス10はちょっときつい。ちょっと待て、マイナス10はちょっと、ちょ、危ねえ。マイナス10、うわーなんか来た、怖えー。うわ、やばいやばいやばい、やばいぞあいつ、威力半端なしだよ。待て、これ取りたい、これ取りたい、これ取りたいよ、これ取りたいな、これ取りたいな。えい、やばい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 、頼む頼む。待って、これ取れるかな、これ取れるかな、取れるかな。えい、あ、やばいやばい、やばい、もう取れないかも、もう取れないかも。クソ、なに、うわうわ、砂ワニってあれか。うわ、死ぬ死ぬ、これやばい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 、死ぬ死ぬ死ぬ。そしてあれ取りたい、あれ取りたいんだけど、あー無理かもしれない。クソクソ、無理かもしれない。一回戻るか。
あ、ごめん、もう一回一回戻る。くそ、絶対あれを取りたい。あの体力取りたいよ、絶対。体力増やしたいってか、死ぬ死ぬ死ぬ、これやばいよ、やばいよ、やばいよ。ちょっと壊し方をちゃんとやんないと詰むな、あれ。上の取れないや。あれ復活するよね、絶対。復活しなかったら困るぞ、こら。よし、ちょ、回復。死ぬかと思った。セーブもしとこう。いった。でですよ。右から行く？右から行くか。よしよし。砂ハニも倒せんのかな？で、マシンガン鍛えたいね。マシンガン威力弱いわ。もっと強くしたい。いやでもマシンガン変えて正解じゃない？もうポーラスターから戻せないらしいけど。強いでしょ、マシンガン絶対。絶対強いって、このマシンガン。うわ、すげえ。経験値いいね。この、降ってくる感じ。待ってよ。いや、うまい具合に壊せばいけるんですよ、これは。ほらね、ねえ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 。1回目でいけよっていう話。申し訳ない。ウィー、ライフカプセルを手に入れた。やっぱ手に入れる時の音好きだな。メトロイドっぽい。体力5増えた。最高じゃないか。こら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 。うわぁ。太陽やべえ。あの太陽マジやばい。マジパナイス。マジパナイスわ。こら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 。あいつ知らないぞ、全然。よし、あー。こいつらマジ危険だよ。要注意人物、要注意。うわ、もうぐちゃぐちゃで分かんない。ぐちゃぐちゃだ。うわ、ぐちゃぐちゃだ。うわ、もうぐちゃぐちゃだよ。だって下降りたらワニ来るよね。俺だって拾いたいよ、拾いたいよ、拾いたいけどワニ来るからさ。経験値こ拾いたいさ。でワニが来るんだよね。よしよし、でもうまいこと避けたぞ。うう、危なしい、危なしい。なんか上にあるよ。あれは回復アイテムかな。わわわ。あ、これいけない感じだな。はい、こっちからいけるか。いや、関係ないか。上行きたいな。なんか、行けそうな気するけどな。ちょっと待ってよ。うん。ちょっと見づらいな。もうちょっとなんか、アップとかできないのかな。できないらしい。くそ。しかも先はまだ長いらしいぞ。まあ、いっか、あれ回復アイテム。なんか今当たったか？やばい、あと4しかない。え、なんでなんでなんで。体力がやばい、やばい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 。これ戻るべきかな。うわー、おえー、とりあえず回復しとこう。うー、怖い怖い。あれトゲだったのか。怖いな怖いな。よし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 。ね、わーわー、はあ、なんかそんな気したけどさ、そんな気したけどさ、またか。ま、おいでクロちゃん、おいでよ。ファフンじゃないよ、ファフンじゃ。あー、つらい、あー、つらい。待って、よし、これさえあれば俺は頑張れる。あれさえあれば俺は頑張れる。よし、突撃突撃、行くぜ。代わりのパンツがあればもう何もいらない。行くぞ。確認、確認したぞ、ちゃんと。ごくごくごくやろう。わあ、こいつ苦手だわ、太陽。よしよし。で、あれかな、マシンガン変えない方が良かったのかな。マシンガン俺強いと思って変えたんだけどダメかな。ああ、行くぞ。そこじゃない、そこじゃないよ。よし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 。やばい、これいけない気がする。これちょっといけない気がする。ちょ、待てよ待てよ。これどうしよう。いけるか、これ。いけるか、いけるな、いける。あ、危ない危ない、いけたいけた、危ない。ふう、危ないよ。もう死にたくないな。もうこいつ無視していいのかな、別に。無視しちゃおうか。こいつとまともに戦うのはちょっと得策じゃない気がしてきた。そんな気がしてならんのだよ、我が輩は。で、戦ってるけどね、普通に。おりゃおりゃ、素直になんぞ怖くない。よしよし、おりゃおりゃおりゃ。もう強行突破だね。あ、空っぽになった。びっくりした、びっくりした。で、これはトゲがやばいと。
よし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 、把握把握、余裕っす余裕っす余裕っすよ。むむむむ、とりあえずレベルさえ上がればマシンガンが強いから頑張れる。なおに、あ、レベルアップ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 、よしよしよし、空っぽ空っぽ、怖い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 、よしよし、出てそう出てそう、レベル3にしたいね早く、俺俺俺俺、よし、いいぞいいぞ、強いぞ強いぞ、ああれは回復か回復か、でで行こう行こう、普通に行こう、これいけるか、さっきワニ倒せたよね、これこれ、ここでも待って待って、びっくりした、処刑用の岩がある、あれに殺されたんだよな一回、あれマジ強かったからな、やばいやばいやばい、これワニで倒す意味あんのかな、ちょっと待って、すげえワニを倒してるけど俺、やべえやべえ、ちょっと待ってちょっと待って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 、1しかない1しかないよ、どうしようこれ、うわあちっか、うわあ違うんだって違うんだって、あーあー、はい、というわけで次パートに行きます。最後までご視聴ありがとうございました。つらい。